根室高校は夏休み中、教室の机や椅子、廊下など校舎全体にカビが大量に発生し、昨日から3日間臨時休校になっています。北海道教育委員会によりますと、夏休み明け初日の26日から今日にかけて、生徒4人が目の充血や咳、吐き気などの症状を訴えました。現在は回復しています。症状とカビとの因果関係は分かっていません。当時校舎は工事のためシートで覆われていて、雨の日も重なり湿気がたまりやすくなっていました。教職員と専門業者がカビを除去していて、来月2日の再開を目指しています。